こんにちは。中学生の時のあだ名がティガレックスでした。サードラです。今回なんですけど、こちらですね、今日から実装されました復刻ティガレックス討伐戦ですね。こちらの、まずイベントの概要とイベントの終了ラインと合わせて、今回僕がやる超級のオート周回パー、だいたい勝率8割9割ぐらいになるんですけど、オート周回パーと、最後に手動での勝率 100%。僕がやってる限り1回も負けてないんで、一応勝率 100% ってことで言わせていただくんですけど、一応こちらのパーティーと立ち回りの解説をさせていただこうかなと思います。はい。で、まずイベントの概要なんですけど、これに関しては基本的に前回のラギアクルスと考え方は一緒になりまして、まず上級の第3戦ですね。こちらをクリアしていただくことによって、決戦ティガレックスが出てきます。で、決戦ティガレックスの第5戦ですねをクリアしていただくことで、次討伐戦の超級が解放されるっていうシステムになってまして、今回周回しないといけないのはこれのティガレックスの超級と上級、この2つの周回が必要になります。っていうのが、一応まず超級で落ちるアイテムがこの天輪ですねが落ちるんですけど、これで装飾品系のアイテムをゲットすることができまして、上級を周回していただくことによって別のアイテムですね、素材が取れまして、これで星5ティガの卵だったりとか宝珠っていうのをゲットすることができますので、それぞれ周回していただく必要がありますよっていうイベントですね。はい。で、続きまして、これの周回して交換所があるんですけど、これの終了ラインの話をさせていただこうかなと思うんですけど、今回も毎度同様、僕だったらスルーしてもいいかなっていうのだけかいつまんでお話をさせていただこうかなと思います。はい。で、僕だったら取らないのが、おそらく星3、星4ティガはミッションで来ると思うので、取っといたがいいかなと思うんですけど、まず、星5ティガレックスの宝珠の、これですね、一番上のアイテムが50個、1個で必要になってくる宝珠は僕はスルーしようかなと思ってます。で、これが全部回収しようとすると、スタ材が800個とか900個消費しないと全部取り切るってことができないんですよね。なので、スタミナ効率があんまりここ美味しくないので、この一番最後の160はスルーして、上2つ、この5で取れるやつと20で取れるやつは取っていこうかなと思います。で、星4の装飾品に関しては、ここですね、一番上のアイテム集めてる間に全部回収しきれると思うので、僕は取ろうかなと思うんですけど、もし取れてない方は、総戦力を気にしない方はスルーしてもいいかなって感じですね。星3も同様でスルーするならスルーしてもいいかなっていう感じになってまして、あと、流飲ですね。もう星3、星4、総戦力にこだわらない方はスルーしてもいいのかなと思います。で、あとは全部下を取ってもらって、銭は無限なんで取りきれないと思うんですけど、っていう感じでやってもらえるといいかなって感じですね。なので、全部まとめると、僕がスルーするのはまずここですね。これをスルーして、それ以外は僕は全部取ることになるのかなとは思います。ここですね、この20個のやつを交換しきるために取ってたら、多分下のやつ取りきれるようになってくるとは思うので、そんな感じで僕はやろうかなと思ってますので、それが僕なりの終了ラインですね。はい。で、続きまして、超級の周回パーですね。で、基本的に超級回せるパーティーだったら上級にそのまま持ってきてもらって周回はできるので、もう超級でまとめて解説をさせていただこうかなと思うんですけど、まず、これがおそらく僕がやるかなと思ってる周回パーで、オートでの勝率8から9割ぐらいのパーティーですね。で、まずパーティーがライラ、ナルガクルガ、シノナルガクルガ、エリオン、リオレースになってます。で、レベリングはこんな感じになってまして、まず技セットで意識してるのが、ライラが僕いつも60技、ソードダンスをセットしてると思うんですけど、今回あえて80技をセットしてます。で、この理由に関しては、ブレードワルツセットしてると、大体ですね、ティガレックスが8ターンから9ターンぐらいで終わるんですよ。で、その時にちょうどブレードワルツを打ち切って、SP 無駄がないっていうので、今回は SP 効率のいいブレードワルツを入れてるって感じですね。で、シノは疾風ソーライがネオブレードクルスエリオンですね。で、攻撃力に関しては、攻撃力が上から2200、1950、1927になっていますので、育成基準に関しては、大体これぐらい育ててもらえると、オートで勝率8、9割と思ってもらえるといいのかなと思います。で、装飾品もこんな感じですね。攻撃を上げるために、これが一番、ライラがもう端材を集めてるって感じになるんで、攻撃特化で振ってるんですけど、他のキャラも持ってる装飾品でとりあえず攻撃特化で全部振ってて、今の数値、この数値に持ってっているっていう感じですね。はい。じゃあ早速これで、まず超級ですね。オートでやっていこうかなと思うんですけど、で、先ほど勝率が8割から9割ぐらいっていうことでお話をさせていただいたんですけど、その理由としては、あれですね、ワイルドなんちゃらみたいな技をティガレックスが使ってくるんですよ。それを2発受けてしまうとどうしても負けます。ですね。あんまりないんですけど、8ターンで終わるうちの2個、その技を引かないといけないので、あんまりパターンとしてはないんですけど、それを引いた時に負けるっていうのと、あとはこの転倒ですね。転倒をもらいまくった場合は、負けることがありますよという感じですね。はい。で、今回エリオンが開幕バフはかかってないんですけど、これは全然問題ないですね。で、3ターン目。ここでまず90溜まるので、ブレードワルツを打っていって、相手バフですね。で通常殴り2発入れて次4ターン目になるんですけど、ここでまず相手の攻撃ですね、ダイダルバレットをもらって通常殴りで、ここから60技を2発飛ばせるので、疾風襲来だと大体これで半分いきますですね。これで HP 半分いくんで大体8ターンぐらいで回せるかなっていう感じですね。で5ターン目なんですけど、まず雄たけびをもらって転びましたね。でライラ殴りのシノも殴りで転んでるんでエリオンは動けないっていう感じですね。はいで次6ターン目、ここで SP が溜まるので全員技を使えるんですけど、まず維持をもらってライラが転びます。ライラ転ぶのこのタイミング最悪なんですけど SP が溢れちゃうので、で疾風ソーライガとエリオンですね。でこれで大体あと3割ぐらいまでは持っていけます。でライラは今ここで起きるんでブレードワルツを打って、ここですね。でダイダルバレットもらってエリオンで大体8から9ターンなので、まあ、この辺で終わるかなと思うんですけど、もう一発通常ですね。でライラは次一応技使えるので相手がバフ耐えてきます。でここで疾風走ライガとこれで終わるかな、エリオンの技でちょっと残ります。で次ここでちょうどブレードワルツ先ほどお話しした通り溜まったり、まあ、転んでなければその前に打って終わってたと思うんですけど、今回転んじゃったのでここで打ちます。でこんな感じですね。これで終わるので、まあ、今回ブレードワルツにしてるって感じですね。で大体今勝率が8割から9割ぐらいになるので、まあ、寝てる間のオートっていうのは向かないのかなと思いますですね。僕はまあこれで周回しようかなと思ってるんですけど、っていうのがまずオートでの周回パーになります。はいはい、続きまして、手動での、まあ、僕の中での勝率 100%、まあ、今のところ1回も負けてないんで、勝率 100% のパーティーと立ち回りの解説なんですけど、まず上2体は一緒ですね。攻撃重視でカゴと装飾インセットして技セットも一緒になります。で、ロレンツの枠だけ、まずパールレイですね、をセットしてまして、カゴも装飾品も防御重視で振ってます。ステータスはこんな感じですね。で、ロレンツがまだ63レベルなんで育てるともっと安定するかなと思うんですけど、装飾品もこんな感じで振ってますっていう感じですね。立ち回りは基本的にパールレイが SP30 でループを2体にかけることができるので、アタッカー2体をパールレイでループさせて守るっていう立ち回りになってくるんですけど、まずこちらですね、1ターン目で今回はエリオンバフかかりましたね。これかからなくても全然負けないんですけど、まず殴りですね。殴りで絶対強者の維持をもらえます。でエリオン転びましたね。これ最悪なんですけど、ロレンツ転ぶのは最悪なんですけど防御要員なので、まあ、全然これでも大丈夫かなとは思います。で2ターン目ですね。ここでまず疾風ソーライガー打ってダイダルバレットですね。で60技打てるんで60技入れていって、で次ですね、次ここで一応起き上がるので、まあ、僕は優先して守るのがエリオンになるので、火力要因がエリオンの方が大きいのでエリオンをまず最初に守ります。で次ですね、3ターン目でここでバフを耐えてくるので、ここからループがかかります。でまず殴っていってエリオンも殴りですね。でここでループかかるんですけど、まずロレンツがシノを守ります。でこれにすることによって2体とも防御バフをループさせることができるので、こんな感じですね。はいでダイダルバレットをもらって、今度は 30% カットしてるんでめちゃめちゃ火ダメを抑えれるかなと思います。でここで60技記憶したまるんでも全然僕ここで打っていくんですけど、使ってもらっていいかなと思います。でパールレイを次はエリオンが切れるんでエリオンですね。この片方が毎回切れるので、その切れてる方に30で合わせていくっていう風にやってもらえるといいのかなと思います。で速さ調整もちゃんとやってまして、相手がバフを耐えた時ですね、速さバフを耐えた時にそれを抜いてしまってるとループができないんですよ、防御ループが。なのでそこは意識してもらえるといいのかなと。ライラとか特に速いので足が抜いちゃうとできないんですよ。なのでそこだけ調整してもらえるといいかなって感じですね。こんな感じで速さバフがかかってる間ティガが最初に動くって感じですね。じゃないとティガより先に動いちゃうと動いたキャラクターの防御バフが切れちゃうんですよ、2ターン経過するので。なのでそこだけ速さ調整ですね、気をつけてもらえるといいかなと思います。でパールレイを次エリオンにかけるって感じですね。もうこれの繰り返しになるので、で相手の速さバフが切れてるときはシノが先に来るので、まあ、それはもうしょうがないんですけど、こう打ってもらってダイダルバレットですね。別にこの間の火ダメに関してはそんなに相手も攻撃バフがないので痛くないんで、まあ、そんなに気にしなくていいかなと思います。でここもループですね。でこの回復がですね毎回100ちょっとしてくれるのも結構大きくて、ちょっとした全体技の分のダメージぐらいは稼げてるんですよね。でまあ、これでやってもらえるといいかなと思います。で体感大体周回が、まあ、大体10ターンないぐらい、まあ、10ターンですね、10ターンぐらいで終わるかなと。かかっても11、12ぐらいで終わります。でこれワイルドなんちゃらみたいなどえらい技が来ても全然耐えれるようにしてはあるので、まあ、これで回してもらえると安定はするのかなと。実際僕受けたんですけどそれでも全然勝ててたので、まあ、それでやってもらえるといいかなと思いますですね。で9ターン目でパールレイが次シノ切れるんでシノにかけてあげるって感じですね。で10ターン目、ここでまた60技が2体ともたまるので、でここ単発ですね。このロレンツが落ちるのはもうしょうがないので、ここからまた殴りです、ね、殴りを2発入れていって、これで終わるかな、終わんないですね、あとちょっと。なのでまあ大体11ターン12ターンぐらいですね。で全体もらって、まあ、見てもらったら分かる通りまだ HP が全然1300とか1500残ってる状態でのクリアになりますので、まあ、めちゃめちゃ安定はしてるかなと思いますっていう感じですね。はい、でこれでまあクリアっていう風になります。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。